リベラルアーツっていうのは、自由のための技術っていうことですね。そのための思考の様式を身につける、これがリベラルアーツの一番のポイントだということになるかなというふうに思います。現代のリベラルアーツを構成する4つの軸、ビジネス領域の枠を超えて多様な教養との出会い、自分らしく自由に生きる人間力を育みます。大きな空気を一変させるのに非常にこう長けてたリーダーの、もう一人チャーチルっていう方がいますよね。東と西っていうのにヨーロッパが分かれて、共産圏と資本主義圏というのに分かれたと。でそれは彼は鉄 の, 壁ではないけれども、カーテンが敷かれていると。この鉄のカーテンという言葉は、結局その歴史的な言葉になっていっちゃったわけですね。実はチャーチルっていうのはですね、第二次世界大戦録っていう本でノーベル文学賞を取ってます。これは本当にリベラルアーツとリーダーシップの類まれな融合の一つ の例だと思いますけども、言葉を巧みにうまく使うことができるリーダーとそうじゃないリーダーっていうのは、やっぱそのリーダーシップクオリティに大きな差が出てきてしまうということは、お分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。この社会学あるいは人類学の知見っていうのも、今改めてホットトピックになっているものが数多くあって、現代で最大のおそらく論点になりうると思うのが、やっぱ贈与論ですね。今もうこの贈与っていうものを、現代の社会におけるその意味として語ったのはマルセル・モースという人類学者だったわけですね。で今貨幣経済が前提になってるわけですね、世の中っていうのは。でこの貨幣っていうファイナンスって我々は言うわけですけども、このファイっていうのはラテン語の終わりっていう意味ですね。お金を渡してチャラにする、だからファイナンスなんですけども、贈与はその逆なわけですね。常に貸し借りが永遠に続いていく関係で、関係に終わりはない。でこれが今いろんなところで議論されているベーシックインカムも一種 この贈与 の枠組みで議論される話かなというふうに思うんですけども、これもいろんなインサイトを我々に与えてくれるかなというふうに思います。心理学あるいは脳科学の領域について言うと、人間っていうのはいかに不合理な生き物かっていうことなんですね。例えばバラス・スキナーという心理学者がいますけれども、人間は何かをやったら確実に報酬がもらえる時よりも、何かをやった時にランダムに報酬をもらえるっていう時の方が動機づけされるっていうことを明らかにしたんですね。じゃあこれをビジネスの領域に転換して考えてみると、成果が出たら確実に報酬がもらえます、評価が上がりますっていう、システムっていうのは本当に人間を動機づけさせる上では有効なのかっていう、論点が出てくるわけですね。その先にどんなシステムを考えていけるかっていった時に、脳科学心理学の領域の知見っていうものは、大変大きなインスピレーションを与えてくれるものなんじゃないかなというふうに思います。で例えば、歴史を見てみると、状況を把握あるいは予測するっていうことを考えた時に、今世界中で中国とアメリカの関係がこの先どうなっていくのかと、あるいは今中東から特にそのトルコの情勢なんかについても非常に予測が難しい状況になってますけれども、イスラム教に関する理解、これはファイナンスの理論とか経営戦略の理論ではなかなかやっぱ整理できないわけですね。地政学の知識がある人とない人とでは、今起こっていることっていうのを読み解く力にも大きな差が出てくるというふうに思うんですね。4つの領域は時に重なり合い、学びの革新、真のリーダーの洞察力へと導きます。知識と興味が自然とつながり、知の越境と広がりの体験へ、日常的に成長を感じられる大切な時間となることを約束します。実はビジネスっていうのは全て人がやる営みです。でリベラルアーツっていうのは究極的に人を理解するための学問ですから、ありとあらゆる学問、リベラルアーツの領域っていうものがビジネスの世界のあらゆる意思決定に影響を与えることになります。システムの中でシステムに適応しながら、うまくそのシステムそのものの変革っていうものを目指していく、リベラルアーツっていうのはこの資本主義のハッカーにとっても必須の素養というふうに言えるものだと思うんですね。